ということでですね、今回はですね、寒さ真っ只中ということでですね、鍋料理いきたいと思います。で、鍋もですね、結構な鍋料理を YouTube でもやってるんですけども、まあもう鍋なんてね、冬はね、もう毎日鍋でもいいんですよ。それぐらい、鍋ってもう、栄養もたっぷりだしですね、締めまで何度食べれるっていうですね、ことがありますんで、やっていきたいと思うんですけども、今回はですね、僕の今までの鍋とはちょっと違ったテイストの、ね、鍋をやります。その名もですね、その名もというか、ちょっと名前あんま決まってないんですけども、甘酒をね、使ったね、まろやかな鍋。これがね、またね、甘酒の甘みがねすごく生きてめちゃめちゃうまい鍋なんですよ。でね、とろみがついてね、すごくコクが深い。これをですね、今回ですね、甘酒を楽しみながら、ね、楽しみながらやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ではですね、材料紹介いってみたいと思います。今回ね、豚バラのお鍋なので、豚バラ 220g ぐらいのものですね。白菜です、250g。この木綿豆腐です。鍋物はね、木綿豆腐の方が崩れにくくていいですよ。 150g だから半丁ですね。あとは調味料なんですけども、生姜チューブのやつでもまあできなくはないんですけども、できればこの生のものを使ってください。香りはいいのでね。生姜 5g ね。お味噌ね、これね、甘酒と味噌の相性はものすごくいいんですよ。お味噌大さじ1半。はい、ごま油、ごま油小さじ1杯です。あと白だし、市販の白だしです。これが 100ml あたり 10g ぐらいの塩分の白だしです。たまにね、 100cc あたり 13g ぐらいの塩分があるで、しょっぱめの白だしもあるんで、そういう場合はちょっと減らしてください。こちらがお酒ですね、風味付けに、使います。で、あと大事な大事な甘酒、株式会社篠崎さんの国陸甘酒でございます。じゃあやっていきます。それではですね、甘酒のお鍋を作る上でですね、一番大切なこと何かと言いますと、やっぱりですね、使う素材の味をちゃんとですね理解し使うということですね。素材の持ってる味がどういう風なものかって理解するのが一番大事なんですね。ということでですね、今回はこの国陸甘酒、これをですね飲んでいきたいと思います。でね、これね、ちょっとね沈殿してるあれもあるので、少しねこうかんましてやるといいです。これぐらいに入れていただいて、で、まずは一口。これね、不思議なんですよね。僕甘酒一回ね、飲ませていただいてるんですけども、それまで甘酒全然飲めなかったんですよ。この甘酒飲んだ時にすげえ美味しいなと思ったんですね。癖がないです、すごく美味しい。もうね、なんていうの、お米のジュースみたいな感じですね。すっごいね、旨味も、甘みも強いんですよ。ちょっと一応言っときますよ、これアルコール分に入ってませんから、お子さんでもね安心して飲むことができます。そしてですね、こちらの甘酒なんですけども、おすすめの飲み方がねあるんですよ。これ僕が勝手にやってる飲み方なんで、これね、これですね、何だと思います？皆さん、これ日本酒ですね。この甘酒入れる。で、ちょっとかんましてあげます。めちゃめちゃ飲みやすいんですよね。両方ね、お米から作られてるから合わないわけがないですよ。これ沈殿してるので混ぜながらね、カクテルチックに飲むとね、うまいんですよこれ。あー、うまい。皆さん、素材の味分かりましたか？そろそろ調理、お迎えが。まず白菜 250g で、これをねざく切りにしていきます。芯の方はねちょっと切ってみましょう。そしてもうこのままね、はい、ざくりと、はい、ざくりとね切っていきます。ここに芯の方からね入れてったらいいですよ。なんかね、この葉の部分でちょっと焦げやすいんですよね。で、これはね、今回はですね1人前から2人前の量になりますんで、小さい鍋で、もう一回りでかくなるんだったら 1.5 倍にしていただいたり、2倍にしていただいたり、量は調整してくださいね。まあ、今回土鍋使ってますけど、フライパンとかでもちっちゃめの鍋とかでもできますんで、ちょっとごめんなさい、ちょっと飲んでいいですか？滑舌が悪いので飲みます。ほんとうまい。そしてですね、お豆腐です。こう、まあ、スライスしていく感じで、はい、1センチから 1.5 センチぐらいのこう切りですかね。こんな感じで、こんな感じで、盛り付けたら、お水ですね、 120cc のお水で、ここにですね甘酒ですね、はい、国陸の甘酒、これをちょっとかんましてやって、100cc 入れていきます。で、ここにお味噌で、もうね全部入れちゃう。白だしですね、お酒溶かしていきます。これ溶かしておくとですね、後でスープの行き渡りがよきになる。ちょっと滑舌が悪い。
スープの滑舌が、スープの滑舌？滑舌で。滑舌から離れた方がいいね。味噌の溶けが良くなって、スープが馴染みます。これ重要です。で、これをもう、もう入れ込んでいく。味噌がちょっと残ったら、これも全部入れちゃってください。まあまあまあ、これね、スープと、白菜とお野菜とか入りますよね。で、あとは、あのね、すりおろしでもね、悪くないんですけども、できればね、千切りにしていただいた方が、香りが立ちます、これ。このね、千切りがね、すっごく相性いいんですよ。で、僕はね、皮を剥かないね、皮ね、かなり、いい香りがしますんで。はい。はい、そしたら、次に、この、豚のお肉ですね。豚バラですね。お鍋はね、あの、豚こまでお鍋やる方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、お鍋は、あの、バラがいいですね。なぜかというとね、煮込んでも、硬くならないからです。はい。で、これはね、バラバラっと、ね、豚バラだけにね。豚バラだけにね。肉しか見えなくなっちゃった。最後にごま油をね、ちょっと垂らすんですよ、これ。そうするとね、すごく香ばしさが加わりますんで、ね、そして蓋を閉めて閉まる、これね、若干閉まんない。中火でね、15分間煮込んでいきます。はい、じゃあですね、弱めの中火で、15分炊いたのがこちらです。おほほほ、うまそう。もうね、匂いがやばい。匂いがこの湯をパラパラパラってね、ごまですね、ごまを。で、ごまもね、あの、かけるときにこうちょっとひねりながらかけていただくと香りがね、余計に立ちますんでね、やっていただいて。で、あとは好みなんですけども、七味唐辛子ちょっとね、辛みをつけていただいても美味しいので、はい、ということで、こちらで甘酒で作る絶品鍋完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。食べるときにですね、飲み物がないと食べられないと。僕、篠崎さんの朝倉飲ませていただきます。これハイボールですね、めちゃめちゃうまかった。早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあ、いただきたいと思います。熱々のところね。じゃあ、豚肉と白菜とホロホロに煮込まれた豆腐ですね。スープもいただきましょう。これが最高ですね、これね。とにかくね、スープ、近年まれに見る出来栄えなんですよね、これね。基本はこれね、味噌ベースなんですよ。これに、ね、甘酒の甘さとコクが加わることによってですね、ものすごいうまいスープになってる。これを存分に吸ったね、具たちですよ。すごくね、シンプルな具材でやってるんですよ。豚バラと白菜とお豆腐っていう最低限のお野菜でしかやってないので、このスープさえ覚えてしまえば、例えばキノコとかね、しいたけとかしめじとか、これ美味しいですよ。最高うまい。そして朝倉ハイボール、これがたまんないな。これ千切り生姜の香りもめちゃめちゃ効いてます。で、ちょっとね、ここでね、味変をしていきたいと思います。ラー油です。あ、これまたラー油入れるとマジ酒特化になりますよ、これね。甘酒だからこのコクと甘みがつくんです。この国菊の甘酒だからね、ずっとスープ飲んでた。スープからのハイボール、スープからのハイボール、皆さん分かりましたね。これが永遠です。これが人類が夢にまで見た永久期間です。この動画さ、ツッコミがいないからさ、すごい滑ってる感が出るんだよね、これね。僕もかなり鍋レシピ作りましたけど、このね、味わいの鍋っていうのはね、市販の鍋つゆとかではね、ないんですよ。甘酒の甘さを生かした鍋っていうのが、なかなかないんだから、これは、クリフの甘酒で作らないと出ない味わいなんですよ。本当に上品で、本当に鍋専門店出てきても、全然おかしくないぐらいのクオリティになってます。これね、つまみ鍋。すっごく美味しいです。ということで、この美味しさを皆さんに伝えるためにスタートチャンス。ツッコミ役の哲也くん、いただきます。よし、めっちゃうまい。甘酒を入れてたからもっとデロデロに甘いと思ったら、ち
ちょうどいいでしょ。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい。みりんっぽいような上品な甘さなんですよ。あ、これは永久期間。あ朝倉。じゃあ、おつでーす。おつでーす。朝倉もすごいね、俺。朝倉行ってからの鍋。鍋。うん。これは永久期間。永遠ってここにあったんだなと思う。何の歌だっけこれ。数々の J-POP で使われてた永遠って多分これのことだったと思う。止まらない。これはちょっと、もうちょっと撮影も終わっていいですかこれ。いや、撮影する。あ、撮影する。じゃあ、せっかくスープがものすごい美味しいんで、締めも堪能したいんで、これもうスタッフで全員大事で食べるので、ちょっと締めに行きたいと思う。ということでですね、僕はね、いつも冷凍うどん使ってるんで、今回ね、冷凍うどんをチンしました。チンした冷凍うどんをここに、はい、はい、はい、入れました。そして、火を強めて。でね、まあすごくね、美味しいつゆなんですけども、うどんを入れると、若干味が薄いかなっていう方もいると思うんで、そういう方はね、お塩ちょっと足してあげてくださいね。具材はね、残しといても、全部やっちゃっても大丈夫。これもね、煮詰めるとね、結構濃くなってくるんで、もうこれはもう人それぞれでやっていただいて大丈夫です。僕はもううどんで酒飲む人なんで、ちょっと一振りの塩、そして一振りのネギ、ちょっと煮込むとね、あのうどんに味がつきますんで、味噌煮込みうどん的な感じでやっていただくと美味しいです。あとね、卵を入れていただいてもね、いいんですけども。であとごまね、ちょっとひりながら、ひねりながら入れると。僕なんかはちょっとね、ラー油を一垂らし。どうですか、絶対美味しいでしょこれ。甘酒煮込みうどんですよ皆さん。あんまり食べたことないでしょ。桜ハイボール、ちょっと追加で。まそうだねこれね。鍋焼きうどんじゃんこれ。甘酒スープ絶対合うからねこれね。これ好みでね、卵落として蓋して煮ていただいても美味しいですからねこれね。じゃあ締めのうどんいただかせてください。おうん、これはね、朝倉めっちゃうまい。これうどんが飲める酒。これね、商品化した方がいい。くにぎく甘酒煮込みうどんね。なんか味噌だけではありえないコクがあるんだよな。しつこくない甘み、これいいよね。これから味噌煮込みうどんに甘酒入れよう。こんなにうまくなんだったら。うまっ。朝倉、ちょっと待ってください。今日は朝倉のプロモーションではないんですけど、あまりにも美味しかったんで。焼酎なんですってね。焼酎を樽につけてるんですけど、香りがすごくいい。これ以上やるとちょっとこの鍋がうますぎて、僕がプロモーションで見せられないような姿になってしまいますんで、これはまあ、あの後で僕が食べるとして、今回はですね、甘酒を使ったですね、極上の鍋、これを作らせていただきました。名前僕まだ決めかねてるんですけども、これはよくできたと思います。自分で自分を褒めたい、そして国ギグの甘酒も褒めたい、ということで今日はありがとうございました。たまに哲也が突っ込むね。俺が突っ込まないことによって視聴者さんが後でコメントでちゃんと突っ込んでくれるって。時間差で突っ込んでくれる。僕のボケにみんな突っ込んでくれるんですよ。ボケてないところも突っ込んでくるからね。ここボケてるように見えたんだみたいなところが多分ね、6割ぐらいある。